エマニュエル・ギベールはフランスのバンドデシネ作家、漫画原作者である。一人っ子として生まれ育った彼はパリの美術学校である国立装飾芸術学校に短期間通った後、まずイラストレーションの分野で活動し、1992年に刊行されたブリュンヌでバンドデシネ作家としてデビューした。ブリュンヌは1930年代のナチスの台頭を、 ハイパーリアリズムの手法で描いた野心作で、ギベールはこの作品を7年の歳月をかけて一人で完成させている。この作品を描き上げた後、ギベールはダビット・ベイと出会い、ベイの他マット・コンチュール、ジョアンス・スファール、クリストフ・ブランなどがいた共同アトリエに参加。彼らが共同設立したインディペンデント系出版社、ラソシアシオン発行の雑誌、ラパンに寄稿し、 米やスファールとの共作も発表した。とりわけ、1997年に発表されたスファール原作の教授の娘は、1998年にアングレーム国際漫画祭で一目惚れ賞を受賞し、好評を博している。同時期には他の作家とともに日本の漫画雑誌モーニングにいくつか短編作品を発表している。 2000年から2008年にかけて全3巻で発表されたアランの戦争ではアメリカ人の友人の戦争体系をもとにして描いており第3巻は2009年にアングレーム国際漫画祭のオフィシャルセレクションに選ばれているまた2012年に書かれた続編アランの少年時代が2013年にアッコブド批評グランプリを受賞しているこれ以外にも 友人の写真家、ディディエル・フェーブルによる国境なき医師団への取材経験をもとに80年代のアフガニスタンの情景を描いた写真家や漫画原作者として漫画のシナリオを手掛けたアリオルや宇宙のサーディンなどの児童向け作品がある。以下、ギベールがシナリオを手掛けた作品も含む ABCDE、初めての人のためのバンドで死ね徹底ガイド92ページ。 ありがとうございます。